あ、この島なんだ、あー、間違えた。やっぱね、寄り道って大事だと思うんだよね。ちょっと上陸してみようか。あ、どうした、早くこの者を神殿に導き、大魔の力を完全に復活させるのだ。ちょっと待っててくださいね。天候が怪しくなってきたが、大丈夫か。どっから登れ、あー、どっから登れるんだろうか。あ、こっちからか。よいしょ、よいしょ。なかなかちっちゃい島ですね。ポストだけありますが、こっちの上、あ、はしごがあるわ。よいしょ。嘘だろおい、嘘だろ。これあそこの人じゃん、タウラトの人じゃん。今日はもう閉店だよ、むにゃむにゃ。何言ってんだてめえ、ほんとご乱心もいいとこ、お殿様にお伝え召されさあ、強制的に朝にしました。どうもこんにちは。あ、あ、いや、別に。いらはい。射的に自信があるならやってみる？一回行こう。あ、高っ！クソ高いんだけど。あ、やって、あ、笑っちゃって俺も。じゃあ、おうおうおう！射的に自信があるってのはおめえか？俺たちは、俺たちを泣く子も黙る海賊として言ってやがるのか？面白いじゃねえか。じゃあよ。この先に見える5隻の海賊船を見事撃沈させたら、お前の腕前を認めてやるよ。ただし弾は10発しか貸してやんねえからな。 L で大砲を動かし A で発射、水柱の位置をよく見て発射しな。わかったか。わかりました。5隻の海賊船を沈めることができたら、俺たちが盗んだお宝をくれてやってもいいぜ。ま、せいぜい頑張りな。でででででで。とりあえずこの浮いてるあの樽を撃ち抜けばいいのか。調整が必要なんですね、これ。50度、40度、40度。右下にありますからね、角度が。45度で行ってみようか。いや、ちょっと、いや、35度。35度で行ってみましょう。いけー！うわ、それでも遠すぎたか。マジか。25度。10度下げました。まだ高え！ 15 度だ、いけ！近さだな、近すぎる。20度、20度、20度。これやべえよ、ほんとやべえよ、これ。よし。よし。ということは、さっきのよりか近い位置にあるから、15度ぐらいで行ってみっか。いけ。ナイス！ナイス！さ、奥のは遠いな。35度。40度で行ってみよう。いけ！ダッツー！ 45 度でしたね。完全にこれは。これまだ頑張っていけるぞ、俺。よっしゃ！シャープ残り3発。うわぁ、これミスれねえ。ミスれねえぞ、これ。35度でいくか。いや、遠すぎる。遠すぎる。近すぎる。もう、わからない。30度でいってみよう。頼む！よっしゃ！よっしゃ！あと一発！あと一発！あ、あ、いや、じゃあと一撃。刺激クリアなるか。いや、これはな、20度でいってみるか。まだ余裕がある。あと一発余裕がある。いや、20度いけ。近すぎたってことか。ってことは25度ファイナルアンサー FA いけよ。よっしゃー、どうよ。ちっ、やりやがるじゃねえか。だが、そう簡単にお宝渡、何言ってんのもう。大人げない。親分、親分、ゴンゾ、仮にもテトラ一家の一員だろ。うろたえるんじゃないよ。あんたなんかやるんじゃないで、あんたなかなかやるじゃないか、気に入ったよ。えらい、俺の知ってるテトラさん、これ、方が焦げてんだけど。約束のお宝だよ、受け取りな。やった、安定のハートのかけら。4つのかけらで1つの器。器が増えればライフが増える。1つ目ですね。前回4つ揃えましたので。はい、お疲れさん。お帰りは後方のはしごから順序よく降りてね。テンションの上げ下げがすごいわ、この人。さあ、戻りましょう。というわけで、もう普通にね、タウラ島の近くを、探検してみたら、こんな島があったということで、まあ、寄り道もなかなか楽しかったということで、もうそろそろ、風の神殿に向かいましょう。こっちかな。
セナ、メドリがそうであったようにマコレにもきっと何か特別な能力があるに違いない。それを引き出してやるのはお前の役目だ。この神殿でもお互いに協力し合って苦難を乗り越えるのだぞ。さて、風の神殿の入り口にやってきました。大地の神殿と同じようにやっていきましょう。さあ、風の神殿に潜入してきましたマコレちゃんを持って前の扉をくぐっていきましょう。この風の神殿は大地の神殿よりいろいろと神殿の中が入り組んでおりまして、迷子になることも多々ありますので、ちゃんとマップを見てやっていきたいですね。というわけでいきなり攻略していきましょう。ここの台座、ここに乗りまして、 Y のアイアンブーツを乗ります。そうすると、あ、その前に待って、こういう感じで、ね、飛べるんですよ。バネみたいな感じになって、でその前に、ああ、そうだよ、ほら、どうしようどうしようどうしよう、この人どうしようどうしよう、どうしようどうしよう、ああ、すぐ駆けつけて切りつける。さて、こっからじゃあもういきなり操りの歌でどうにかしていこうか。草先輩が仕事してんだけど見えない。え、釣りの歌を振った。さあ、マコレちゃんを動かしまして、ちっちゃいですからね、結構小柄で、うん、いろいろと細かいところがいけるようになるんですが、ここ風がね上の方吹き荒れてるんで、これスカルさんがいますね。いきなり出てくるんだもんね。よいしょ、ここ登ってきます。そしてこのスイッチをマコレちゃんでも押せるのか。よっしゃ、さあ解きまして、このスカルさんも倒しておこうかな。おお、力任せですね、ほんと。よし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 、もう頼むぞ。よし、オッケー、一撃です、一撃です、一撃です。でここはじゃあ炎の矢で焼いておきましょうか。壺焼きました。これで入れるようになりましたね。道中見つけていきましょう、壺を。さてと、これからはこのデクの墓結構重要になってくるので、じゃこの神殿ほんとデクの墓で、デクの墓がすごく重要になってくるので、皆さんお忘れなきよう。よしで脱いで飛んだところをデクの墓で、これ危ねえな、ちょっと大丈夫か、下見て下見て、よし、オッケー。さあ、マコレちゃんを連れて前の扉へ行きましょう。ガチャ、ふむ、なんか動きそうですね、あいつ動いたな。よいしょ、後ろ攻撃して、でもうすぐですね、オッケー、バイバーイ。さてと、ここからは危ない。そんな、今ハトが出てきてから許してやる。さあ、ここはデクの歯だったかな。これで巻き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 、これマコレちゃんでも飛んでも、あー、飛んではくれないか、マコレちゃんと一緒に。さあ、ここはマコレちゃん、じゃあこれ置いて、いや俺自身が乗って、あ、閉まったんだけど、よいしょよいしょ、あれは簡単ですね。でここはマコレちゃんを操りの歌、一時的にマコレちゃんを操りまして、この上にマコレちゃんで A ボタンを押すと、マコレちゃん特有の種を植えて木を生やすというゲートができるようになりますと。で生やして、こっちも、まあそうすることによって扉がどうしてか開くんですが、まあちょっとなんだろうね、木を植えたことによってちょっとしたインテリアがまあ施されたから、まあしゃあなしで開けてやるみたいな。よし、さあ入ってきました。
右手は空いてませんね。ここら辺はもうマコリちゃんを最初に操っておいて、うん、マコリちゃんはいい感じに飛べますからね。先々によいしょ配置しておいて、ここも木を生やしておきましょう。よいしょ。で上に登っていくのかな。でもリンクさん行けないよなこの上、ま、木を生やすぐらいはできるか。よいしょ。もうこの花壇みたいなのを見つけたらとりあえず種を植えておくことがなんだろうね、おすすめですというか、うん、そんなことはないので。さあこれで最後か。ニョキニョキニョキ。あ、両方の扉、ああ両方の扉が開いで、マコリちゃんが、これね、ちょっとした茶番があるんですが、マコリちゃんがいきなり捕らえられてしまいました。で、リンクさんはこの横に開いた扉を入るのですね。入るのですね。で、そうすると、聞こえないか？セナ様、私はここです。見てください。あそこに捕らえられてます。シャン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 言ってんだけど、マコリちゃんシャン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 言ってんだけど動いたたんびに。セナ様。出口を塞いでる石像はすごく重そうです。これを動かすにはセナ様がデクノキ様ぐらい重くなれなければ無理です。極端すぎるんだけど。あー、ここにデクノキ様がいてくれたら、俺かーバカタレ、うん、どうしよう。どうしよう。頭ごなしにマコリちゃんを叱りつけても、効果はないですからね。この扉をくぐっていきましょうか。ここしか行けそうにないですからね。うむ。下に降りれそうだ。降りようか。もうあんただよ、もう全部あんただよ、ほんと。何かドロップしてくれないかに。あ、ハートだった。よし。で、ここは、デクの歯で、くる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 。くるくるしておいて、こっち乗るのかな？乗って、出る。わわわわわわ、行き止まりだったってことか。ちゅうことは、あ、なるほどね。あ、出るの。こっちから出るの。あ、なるほど。行けよー、出ま、あートンボ帰りなんだけど、ほんと。すごいタイミングだった、ほんと。こっちが、ちょっと。うん、向き変えようや。危ないわ。よっしゃー。というわけで通ることができます。あ、宝箱もあるぜ。まあ、小さな鍵っぽくはなさそうだけど。案の定、幸せのペンダントを手に入れた。花に集まる蝶のように、幸せがあるところに集まるぞ。はっ。でもこれ、マコリちゃんがいないと意味がなし。意味がなし。じゃあこっち通っていきましょうか。さてと、ここからは、魔力を注意深く見ていきまして、魔力注意深く見ていきまして、デクの方をすごく使いますからね。よいしょ。で、ここ乗っておきましょう。そうすることによって、向こうが通れるようになったのかな。よし。ほんと魔力大事ね。まあ、危ねえな、てめえはよ。これどうしよう、この人。あ、弓矢で倒せんのか。炎の矢で一発だったんだが。よーし。じゃあ、とりあえず、あ、向こうに、あ、あれ地図っぽいね、なんか。地図っぽいな。あれ取っておこうか。よーし。まあ、ギリギリ届くでしょう。うん。うん、大丈夫かな？大丈夫？よし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 。オッケー。テレ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 のまだへぇランチョンマップを手に入れたいってことがない部屋も表示されるにゃ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  Wii U ゲームパッドのマップを見てみよう。すっげぇこれいつ見てもすげぇよなほんと。さてとここの草を切っておきまして魔力を回復しておきましょう。ドンと飛んでこの風を、あーやばいわよ。だいぶロスですねあれだけでも。よいしょ。ちょっとこっちで着地しておこうか。危ないね。魔力を回復。念のため念のため。オッケー。さてと、この流れ的にはやっぱちょっと向こう岸に移っておかなければならないかな。うわお、危ない。よし、さあ飛べ。もう大丈夫でしょう。うん、魔力も大丈夫。さあ向こう岸に渡って。わわわわわわ、なんかいるなんかいる。お邪魔虫だよ。ほんとオッケー。骸骨終わったら、あ、出てきた出てきた。さああの人倒しておかなければならない。いやー向こうについていかない。危ない。大丈夫。よしよしよしだよ。ほんとやってくれましたね。あーそう、あ、すぐ近くに、あれ、バイ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 。もう喉が枯れるよ。ほんとさあこっち入っていきましょう。ダンジョンマップも手に入れましたからこれ重要ですよ。ほんとここすごい迷いますからほんとに。さあここは重くなりまして、下がガラガラガラと開くんですね。これ皆さん見てください、見てください皆さん。すごく高いですから皆さん。これもう見て、あーしまった、落ちるつもりはなかった。ごめんなさい本当。どうしよう、下に行こうか。でもう一回、うっふふ、これでダメージを受けなくて済みます。さあ下にやってこれたのはいいが、これからどうするのか。もう次回のお楽しみってことにしておくか。それでは今回はここら辺にしておきます。もう時間もいいぐらいでしょう。うん、それでは今回はここら辺にしておきます。次回にご期待ください。失礼します。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もう本当次回もよろしくお願いします。本当にもうありがとうございました。